時刻8時8分もありましたさあこの時間は祭事イベント情報などをお届けしております今朝はですね阪神梅田本店の名物祭事となっております阪神の有名駅弁とうまいもん祭りこれが昨日からスタートということでご紹介していきましょうハピーモニーチームは昨日初日行ってまいりました まあ関西にいながらしてですね有名な駅弁はもちろん懐かしいあの味とか新作までおよそ今回は260種類の駅弁が大集合するということでして初日から盛り上がってましたよ私たち着いたのが10時20分ぐらいかな半にはなってなかったよね。にはななっってなかったと思ううんですよもうあの 終わってからちょっといろいろお仕事がありまして急いで行ったんですけれどももうね上がったらもうわっっっと人がやっぱりいいらししゃいましたで今回も本当にあのいろいろと皆さん注目されているようでエレベーターで8階の会場上がったんですけれどもエレベーターの中でもすでにチラシを広げてらっしゃるお母様がいらっしゃって赤いマジックで丸が打たれておりました。で多分 最初にこれを食べようと思って丸したんだけど後でこっちを見つけたっていうことで「バツってなってるのもありましたしははちょっと後ろ私の前にいらっしゃったのでほんと申し訳ないんですけどちょっと覗きまして「はははこういうのを買いたいと思ってらっしゃるんだ」と思いながらだったんですがそのお母様は海鮮系狙いででしたそうなんですよ海鮮派の方にももちろんいいし肉派 の方にとってももう全国のいろんな美味しいお肉のお弁当がありますしそれぞれ地域の特色を生かしたものということでもう本当に260ですからね全部は紹介しきれないんですけれども中でも今回注目なのはまあ経緯のありますあの例の食のガイド本あるじゃないですかここで一つ星を獲得しました「寿司竹本」というですね豊洲伝助アナゴの「 というのが豊洲市場からまあ仕入れている肉厚の天然アナゴがねご飯の上にもうご飯が見えないほどギュッと敷き詰められているというものが出てきておりましてこれがすごいまあ今回の目玉ですと。で他にもですね九州駅弁グランプリ3連覇の名店からカイロ堂佐賀牛ロースステーキー ローストビーフ弁当というのが出ておりましたこれはねなんかねレモンオニオンソースっていうのをかけて食べるっていう風になってますよあとプリプリでジューシーなズワイガニが丸ごと乗っているものとか本当にあのいろんなタイプのものがありますでもね昨日私たちが行った時点で一番人気だったのはあの広島のね三四本線、えー、宮島口駅のところにあります穴ご飯の上野さん もうこれ有名なところですけれども、ここが一番行列ですね。多分もう十時二十分の時点で。どれぐらいかな、五十人ぐらいは並んでいらっしゃったんじゃないかなと思いますね。ただね、今回も人気のものは。あの朝の午前十時から。地下一階、東側のエレベーター前で。整理券を販売すまあ、配るんですよ。なのでも、多分上の会場だけでは。 並びきれないということで時間によっての整理券が配られるのがこの上野の穴子飯これ入っておりましたしざっと見た感じではね宮崎駅の椎茸飯これ二段重ねのお弁当になってるんですけどこれも整理券がいります。あとね東京駅で売られている柳川飯これも整理券がいります。あとね福岡 から来てます鹿児島本線の柏飯これも整理券がいるということであとは整理券がいるのはねえー、っとこれは湯布院湯布院の森郷というですね JR 九州の特急で売られている、えー、お弁当を買おうと思ったらいりますし熊本の駅でこれはねもうねずっと立ち売り。 弁当をこう首に下げてね電車のとこまで売りに来てくれる立ち売りの方一筋40年という駅弁の達人が売ってらっしゃるという栗がいっぱい入った栗の栗飯というですね器も栗の形をした駅弁があるんですけどこれが今大体いいご紹介したものが生理券がいるものになっております、はい、だから整理券を持ってして。 上野は会場でも50人ぐらい並んでらっしゃるってことだから多分すごい一番人気なのかもしれないですね。で会場の中にそのね立ち売りの方がいらっしゃって本当に会場の中をお弁当持って練り歩いてらっしゃるんですよ。お弁当いかかがですかーって感じで。でその「一筋40年」っていう駅弁の達人の男性の方勝負さんっていう方と旭川駅からねすっごい笑顔がかわいいキュートな。 千葉さんっていう女性の方が今回来てらっしゃってお二方ともこの日日土曜日までで阪神博の方にいいらっしゃるととうことです、はい、でそんな中私たちが「今回ちょっとこれ狙いでいこうか」って言ったのが「懐かしの味をもう一度」ということで人気駅弁が今回復刻されたというものがありました。それが福野家の復刻 もうぎゅうぎゅう詰め弁当というものですはい、ファンの声に応えて18年ぶりの復刻なんですけれどもこれがですねあの兵庫県の山陰本線和田山駅のお弁当でございましてもうぎゅうぎゅうっていうのは牛牛って書くんですよ詰め弁当なのでそうです和田山牛が入っているんですけれども器も真っ黒な 牛の形をしておりますで今これ器だけねもう昨日中身は食べましたよ私たちが。で洗って今器あるんですけどこれすごいんですよ。あれ何やっててんのって感じです。あ蓋を開けると。ということで蓋を開けるとまずこの牛がですね鳴いてくれるという仕組みになっております。あすぐやったらダメなんだ ほら。<laughs> うるさいにち閉めておきますけれどもそうなんですよすごいこういう楽しいお弁当もあって私たちはこれを食べたいと思ってまず一滴の買いましたすごい中身もね美味しかったですあのサフランライスに牛肉っていうですね当時のすごいお弁当をアレンジ現代風にアレンジしてるんですねで なんかやっぱりこの時代にサフランライスってなかなかなかったと思うしお肉もね味付けがね違う2種類のものが入っていてなかなかこれ美味しかったです。ちなみにお弁当は1580となっております。であとねもう一個私お稲荷さん大好きなんですけどいなり寿司のお弁当も出ててこれは愛知県です。豊橋駅東海道本線のねでここの有名ないなり寿司のお店でつぼや弁当部というところがあるんですけれどもここが 新作を出し,ておりましていなりましもともと美味しいんですけれども黒糖を使ったいなのでお揚げさんをあの甘辛く煮る時に黒糖が使われているのでちょっと黒っぽく仕上がってるんですね。であの食べてみるとやっぱ黒糖なのですごいねあの本当にコクがあるっていう後味がすごいしっかりしていて普通のいなり寿司とはちょっと違った。 タイプになっておりました美味しかったからパクパク食べちゃいましたけどねでもちろん買ったものはイートインスペースがありますので会場で皆さんすぐに食べていただくことができます。で会場の中いっぱいテーブルが並べられてるんですけれどもその中に一番窓際なんですけど電車が再現されておりまして。 電車の中でで本当にに食食べてるるよううきるという飲ススペースが今回登場しています数に限りがありますから必ず座れるという保証はないんですけれども私たちは昨日偶然座れたんですよ。なのでちょっと写真も撮ってきましたからねまたツイッターなんかも見ていただきたいと思います。で向かい合わせの席になってるから私と美咲ちゃんそして前には、まあ、駅弁大好きだというご夫婦が、まあ、同席。 させていただいたただんですけれども旦那様だけだけっったのに最初座ってるのでどうしたのかなと思ったらもう奥様がいろいろ買いに行かれててお子さんたちの分のお土産の駅弁も買いつつ自分たちがそこで食べる駅弁も買ってらっしゃってどうもお二方とも肉派で旦那さんはあの奥さんに「肉だったら何でもいい」って言ってらっしゃったんですよ。で聞いたらなんか会社が昨日はお休みだったということでご夫婦でいらっしゃってたんですけど。 旦那様が本当に女の人すごいね」って言って「ささささささ」って行くよね僕あのね普段彼女が走ってる姿とか見たことなかったけど「走って行ってるよ」っておっしゃってました。 <laughs> すごい面白かったんですよでもそんな奥様が旦那様のために買ってきたのがあの今回もねすごいグランプリで人気があるっていうあのさっきご紹介した佐賀牛の入ったえロースステーキ弁当食べてらっしゃいましたし奥様はあの、ね、宮城のの仙台駅の牛タン,ベント召ししし上がっってらっしゃいましたでこの他にもね全国からうまいもん祭りも併設されておりますのでいろんなものが来てます。 はいソフトクリームがあったりとかあとメロンゼリーが来てたりとか有名なあの熊本のいきなり団子が来てたりとかねあとは私気になったのは徳島の岡部の半田手延べ麺来てましたこれ美味しいんですよね細くでツルツルツルってしてねあと東京はね豊洲から丸竹の,あの卵焼きが来てたりしましたんでスタッフにちょっと買ってきましたけれどもねもう本当にあのいろんな駅弁を食べることができますのですごく楽しいです。 であのコーナーによってはね全国の駅弁がもうギュッと寄ってるところがあって写真見ながら買うんですけどまだ空輸中とか輸送中っていうのもありました朝一現地から来て昼から阪神百貨店に入ってくるようなものもあるということではいソフトクリームとかアイスのスイーツまで揃っておりますしもちろん皆さんお酒もありました日本酒飲み比べセットあとビールワインはい あのいい感じに顔をなられている方もいらっしゃいましたよさあご紹介した阪神の有名駅弁とうまいもん祭りは阪神百貨店梅田本店の8階の催し物場で開催されています1月29日火曜日までです朝10時から夜8時まで最終日のみ夕方4時までとなっています